さて琉球のスターティングラインナップを見ていきます。ゴールキーパーは田口、そして田中圭太が怪我から復帰してきました。リオンジと知念のセンターバック、左に金井が入ります。で、上里富所のボランチで、ワントップ阿部拓磨、その下に武田、右に風間光也、左清武幸喜です。秋田のスターティングラインナップ、ゴールキーパーは田中で、今日は藤山が右のサイドバックに入ります。千田と谷岡のセンターバック、飯尾が左のサイドバックに入ります。で2列目は右から沖野、稲葉、福岡院、重で、2トップ斉藤と中村亮太。触られて奪われたかなっていうところでも切り替えを早くすれば、うん、またそこで奪い返すことはできると思いますから、はい、そうですね、うん、奪い返しましたね、その通りに、うん、おお、今打ったの中村ですか。前どこかの試合でもこう少しこうね、かなり引いた位置からゴールを決めてたりシーンを少し見たことがあるんですけど、斉藤のそのプレスバックで奪ったボール、うん、すぐさまシュートを狙っていきました、はい、上里逆サイドに展開します。上原真希と仕掛けて縦に運んで、風間光也左足入れる、うん、うん、金井が合わせられればというアイデアがあったかもしれないですね。そうですね、大外からっていうところはあったと思いますね、はい。まあ、くさびのパスを何度か入れていきますが、ファーに長いボール、金井です。で落として上里、もう一度金井、クロス入れてくる、ヘディング、武田、いやーゴールの右ポストわずかにそれていきました。サイド変えて、サイド変えて、まあ、少しこう起点を作って相手を少し寄せたところですよね、まあ、ディフェンスの前にクッと入ってきて、はい、富所から前、風間光也のイメージだったと思いますが、ここは稲葉です。先に風間選手に出せたら面白かったですけどね、このクロスヘディング、井上、沖野のクロスに合わせた井上のゴールで秋田先制。この沖野のアーリーのクロスですよね、まあ、ボールホルダーに対してなかなかプレッシャーいけなかったので、本当にこういいボールを蹴る時間っていうのができましたし、もちろん質もね、高かったですし、はいはい、中での早いタイミングでクロス入ったので、今人を捕まえる前に上げられてしまった感じにはなったので、リオンジ選手ちょっと競りに行きましたけど、やはりちょっと間に合わなかったですね、はい、でまたこう右から来るボールしっかりニアの方にね、抑えた、うん、いいヘディングシュートだったと思いますね、はい、阿部拓磨、富所、逆サイド、風間光也、左足振ってきた、田中ナイスセーブ、田中雄大、風間光也の左足見事に止めました。高さで勝負できる清水もいますが、そらして清水、右にそれました。ニアで触ってそこに入り込むっていうところで、今左下に数字出てます。清水のヘディング、あ、田中、風間、体張る、アンドか、アンド PK、 清水のヘッド、田中がかき出して、その後風間光也の左足、体を張って止めに行った千田ですが、まずこのクロスに対してよく触りましたね、これ、清水枠に飛ばして、その後ですね、うん、まあ、この少しねこう交錯した後のような、こう、2試合連続でホームで宇野ゼロで負けている琉球としては、ここ何としても決めなければいけないシーンになりました。阿部、阿部 PK 決めて琉球追いつきました、1対1。阿部拓磨、今シーズンこれ5点目、なんとか追いつきましたね、琉球が。そうですね、まあ、ここで、まあ、もちろんデータもね、田中選手からすると入ってた分、少しこうね読んだ部分もあったかもしれないですけど、うん、まあ、キーパー見ながら落ち着いて、上原真希と風間光希、ファーサイド、田中パンチング、金井、福井の左足、福井亮次、途中交代の福井、値千金、勝ち越しゴール、
今シーズン初ゴールは貴重な貴重な勝ち越しゴール、俺たちの福井です。まあこれね、左足でこう、まあこれね、何度も何度も繰り返しましたよね、クロスを上げ続けて、まあ秋田も粘ってはいたんですが、やはりこうね、少しこう上げれなかった分バイタルで、はい、上里ワンタッチ跳ね返されたボール、阿部、風間幸輝から風間幸也、阿部がダイアゴナルに走ってきてボールを受けました。ここで試合終了のホイッスル、2対1、前節の引き分けの価値を上げたのはホームの琉球、秋田を破り6月26日の松本戦以来およそ2ヶ月ぶりのホーム戦勝利を挙げました。